アイテム番号 SCP-16CN オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-CN-016 はサイト CN3 に位置する内部がコンパートメントとなっている倉庫に保管されます。オブジェクトへのアクセスはレベル2以上のセキュリティクリアランスを持つ全職員に開放されています。オブジェクトにアクセスする際、接触するあらゆる非 D クラス職員はフォームを問わず水泳技能を習得していてはいけません。また実験時以外においてオブジェクト内に水などの液体物質を人間一人の身長を超える水深になるよう注ぐことは許可されません。 CN16 を用いた実験を希望するレベル3以上のセキュリティクリアランスを持つ職員はアングリア博士に連絡し、実験に参加するすべての非 D クラス職員がいかなる水泳技能をも習得していないことを証明する書類を提出してください。説明。 CN16 は高さ 6.5 メートル、半径 2.5 メートルのシリンダー型水槽です。資料採取と分析の結果はオブジェクトが特に異常性を示さない一般的なポリメチルガラスで構成されていることを示しています。オブジェクトが発見された水族館が CN16 と同時に複数個水槽の生産を委託した企業から当時の領収書を押収しましたが、これまでのところ同一あるいは類似規格の製品からは CN016 と同様の異常特性を示すものは確認されていません。からの状態の CN16 は何の異常も示さず、シリンダー内が人間1名を完全に浸積することができるまで液体で満たされている場合のみ、オブジェクトの持つ異常性があらわになります。個人、以下、被験者がこの状態のオブジェクトと視覚的な接触を持った場合、自身を完全にシリンダー内の液体に浸したいという欲求を報告します。この欲求は非常に強力ですが、乗り越えることが容易でない障害、例えば被験者とオブジェクト間に壁などの実体が存在する場合、により影響を軽減あるいは排除することができます。オブジェクトを記録した映像を視認することは、オブジェクトを直接視認した場合と同様の結果を引き起こすことが確認されていますが、泳ぐことができない人物の場合はこの限りではなく、また水泳技能の有無に関わらずオブジェクトに直接接触できなかった場合はこれ以降の影響を受けません。被験者が完全に CN16 に浸積された場合、視覚による影響を受けているか否かに関わらず CN16 の最も得意な第二の異常な性質が発現します。10分以内に水槽外の世界が水に没しているように見えることが被験者から報告されます。10分を超過する頃には、被験者は水槽内の液体を空気として認識し、それ以外の空気に対してはそれが水であるかのように振る舞うという重度の認識障害を発症しています。この状態に陥った被験者は通常水槽内から退出することを拒み、内部の液体内で呼吸を試み続けて死亡します。また、被験者は空気中において溺死と同様の症状により窒息死してしまうため、水中呼吸器あるいはサルベージ装置によって被験者を延命させることはできません。